本当にその供給利用に関する技術的な、まあ、研究の、まあ、取りまとめであるとかっていうところをされているところです。こちらが水素を充填する装置になります。これが水素タンクで、燃料電池自動車の心臓部の燃料電池スタック。電気自動車が電池を積む代わりに水素で発電できる燃料電池を積んだ車。こちらがホンダのクラリティスベルセル。災害時に燃料電池自動車から電気を取り出す。ジャムさん、何もされてる会社ですか？はい、水素ステーション事業を始めようとされている企業さんに対して経済的な支援を主に行っている合同会社でございます。岩谷産業さんのブースに来させていただきました。本日はお越しいただきましてありがとうございます。前回の岩谷産業様でございます。はい、今日どういうブースで今回出されているんですか？今回はですね、もちろん水素ステーションもそうなんですが、今後ですね、まあ、岩谷産業が描く水素がどういうふうなですね、社会になっていくのかというところをですね、テーマにしてブースの方を展示させていただいておりますので、順番にご紹介させていただければなと思います。よろしくお願いいたします。まずですね、一番最初なんですが、こちらですね、日本にはですね、未来を変えるエネルギーがあるというところでですね、岩谷産業が描く将来のですね、水素社会のイラストというものを描かせていただいております。今注目されております SUV のですね、充填基地である水素ステーションなんかもそうなんですが、こういったモビリティ以外もですね、例えば工場なんかで使われるような燃料電池だったりとか、あとはですね、今油なんかで使われているボイラーを水素に変えていくようなですね、こういったような工場なんかで使われる燃料も水素に変わっていくのではないかなというふうに考えております。またそういった産業用の機器以外にもですね、例えば港湾地区にあるようなですね、ガンドリクレーンを FC で走らせたりであったりとか、あとは発電を水素でするであったりとかですね、船舶も水素に変えるであったりとか、将来的には水素で飛行機が飛ぶんじゃないかと思いますね。そういったような、まあ、全般的に水素がですね、今後の重要なエネルギーに変わっていく可能性があるということを信じてですね、こうした普段取り組みをさせていただいております。ではですね、まずはじめになんですが、岩谷の水素サプライチェーンというところをご紹介させていただきます。当社ですね、水素についてはですね、川上から川下まで一貫したサプライチェーンの構築を今進めていっているような状況でございます。左上の水素を作るというところからですね、水素を運んで、そしてその用途を広げていって、最終的にはですね、いろんな用途で使っていただく、そういったところのですね、普及に努めております。使うというところで申し上げますと、最近注目されているモビリティ用のですね、水素ステーションであったりとか、あとはですね、意外に知られていないんですが、日本から宇宙に飛んでいるロケットの燃料も今ずっと水素で使われているような状況となっています。その他産業用の用途でですね、例えば半導体のクリーニングであったりとかですね、そういった分野でも水素というところは使われているような今状況となっています。そういった中でですね、この作るというところについてですね、そちらの方にですね、岩谷産業のそのプラントのちょっと説明等々ございますので、ご紹介できればなと。続いてですね、岩谷産業の水素製造プラントについてご紹介させていただきたいと思います。まずですね、一番最初に紹介させていただきたいのがこちらですね、液化水素の製造プラントについてです。今ですね、全国で弊社ですね、液化水素の製造プラント3カ所設けておるんですが、今日本国内で水素のですね、液化のプラントを持っているのが弊社だけとなっております。でそういった中でですね、今3カ所あるというふうにご紹介させていただいたんですが、場所といたしましては、岩谷ガスの千葉工場千葉と、ハイドロエッジこちらが大阪にございます。そして最後ですね、山口リキッドハイドロジェンが山口へ、こちらの3つの拠点でですね、液体の水素を生産しております。液化だけではなくてですね、圧縮水素製造プラントというものもございまして、こちらが液体ではなく気体のガスの状態のですね、水素を製造しているプラントになります。こちらが中部エリアであったりとかですね、中国九州エリア、全国10カ所程度あるような状況となっています。そういったようなプラントがある中で、弊社ですね、自社ステーションで全国約今60カ所程度ですね、水素ステーションを運営させていただいているような状況となっています。またですね、こういった自社の、プラントとはまた別にですね、今こういったような昨今注目を浴びている再生可能エネルギー由来のプラントもですね、ネドさんの事業としてですね、本社も関わらせていただいております。今回ご紹介させていただくのがですね、福島のございます福島水素エネルギー研究フィールドというものになります。こちらどういったような施設になっているかと申し上げますと、こちら写真の奥側にですね、かなり多くの太陽光の
パネルが敷き詰められているのがご覧いただけるかと思うんですが、こちらのですね、太陽光パネルで発電した電気を使ってですね、こちらにある水素製造装置というですね、水を酸素と水素にですね、分離する製造設備がございましてですね、こちらにこの太陽光で発電した電気を使ってですね、水素を製造して水素を貯蔵、そして輸送することによって、先ほどの水素ステーションであったりとかですね、その他の産業用の用途で使われるような本当にいい環境に優しいですね、製造プラントも弊社としては関わりを持たせていただいているような状況です。今こちら2枚は国内での取り組みになっておりましてですね、こちら左から3番目、こちらがですね、海外のですねプロジェクトについてもちょっとご紹介させていただければと思います。海外でのブルー水素、グリーン水素の製造輸入事業というものでございまして、こちらですね、オーストラリアをメインにさせていただいているものにはなるんですが、オーストラリアにです、ありますですね、こちら豪州発端以来のサプライチェーン実証というものに当社も参画させていただいております。こちらの事業の概要になるんですが、発端というようなですね、水分を含んだ炭があってですね、そちらから水素を取り出してですね、このオーストラリア国内で水素を作ってですね、そっちからその水素を液体の状態にしてですね、その液体の水素を水素タンクに溜めて液化水素を運搬船で運んでですね、日本国内に水素を持ってきてですね、最終的に国内の消費先に持ってくるというようなですね、そういったようなサプライチェーンの構築をさせていただいております。こちらの水素運搬船がですね、川崎重工さんに作っていただいたフロンティア号というものになるんですが、こちらを用いて日本国内に海外で作った水素を持ってきているような状況になっています。以上のようなですね、プラントであったりとか、こういうサプライチェーンの構築を通してですね、弊社としては水素社会の実現を進めているような状況になっています。今回メインでお話しさせていただこうと思っておりました水素ステーションの事業についてですね、当社並びに当社グループ概要等々を含めてご紹介させていただければなと思います。岩谷の水素ステーション関連事業というところをご紹介させていただきます。そしたらですね、水素ステーション関連に関してはですね、岩谷産業をはじめたくさんのですね、グループ会社さんとを含めてですね、ステーション事業を今構築していっているような状況でございます。まず私も所属しております岩谷産業というところでの役割で申し上げますと、自社系列の水素ステーションの建設であったりとかですね、水素ステーションの販売、また水素関連技術の開発などを行わさせていただいております。また右上のですね、岩谷ガスというところにつきましてはですね、水素をはじめとするガスの製造メーカーというふうになっております。圧縮水素、液化水素のサプライヤーであり、岩谷水素のステーションの運営もしています。また水素ステーションのエンジニアリングなどもしておりですね、ステーション運営には欠かせない存在というふうになっております。こちら左下のエーテク株式会社というところはですね、液化水素のですね、供給用の低温機器の製作などになっております。岩谷の水素ステーションはですね、こういったようなですね、大型の液化水素の貯蔵がございます。こういった貯蔵などを製作しておりますのが、こちらのエーテク株式会社というところになります。そして最後ですね、こちらガス保安検査というところになるんですが、こちらはですね、水素ステーションの工程検査であったりとか、高圧ガス設備の検査であったりとか、点検業務全般を担っております。水素ステーションはですね、高圧ガスの対象の設備となりますので、毎年ですね、国に決められた保安検査などを行う必要があるのですが、当社はですね、グループ会社としてもそういう検査業務を受け負う会社も持ち揃えておりますので、構想段階から実際運営、そして保守メンテナンスまでですね、岩谷産業グループ一体としてサポートさせていただいているといったような今は状況となっています。また水素ステーションもですね、ガソリンスタンドと同じくですね、いくつか型式大きさのようなものがございます。今一番多く普及しておりますのがですね、中規模程度のステーションとなっております。充填台数はですね、1時間あたり6台程度というふうになっておりまして、必要スペースとしては700平米程度のステーションというふうになっております。こちらが今全国で一番多くですね、普及しているようなステーションとなっております。また最近ですね、地方都市などでトレンドになっておりますのが、こちら小規模の水素ステーションとなっております。写真でご覧いただいて分かりますようにですね、この直方体のようなコンテナの中にですね、水素ステーションの構成機器といわれるような圧縮機であったりとか
ですね、一体化されて、まあ、ワンコンテナにですね、パッケージングされているような設備となっております。また、こちらですね、まあ、今まだちょっとコンセプトモデルということで、これから詳細は詰めていくことにはなるんですが、超小型の水素ステーションを今考えておりまして、例えば離島であったりとかですね、なかなか台数自体は少ないんだけれど、充填拠点がですね、必要になるようなところでは、今後こういったようなですね、コンセプトの水素ステーションも出てくるような、今そういったようなですね、ラインナップ、構成を考えております。これって、移動式の後ろと同じ感じですか？もうほとんどもうそのようなイメージしていただければ。高山とか、はい、岡山、長野、富山もそうです、ね。富山も、はい、小型のステーションです。はい、ここはあの先日お越しいただいた。奈良タイアンズもそうですね。ですので、すごい大都市圏はどちらかというと、まあ、ある程度の大きさが必要なんですが、これから普及を進めていくようなエリアでは、こういったようなですね、コンパクトタイプの希少規模も結構需要としてはあるのかなと。新しい和歌山ですか？はい、新しい和歌山小型のステーションです。はい。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴いただきましてありがとうございます。最後に何か PR したいことがあればどうぞお願いします。岩谷産業はですね、本気で水素が世界を変えると信じております。最後にキャッチコピーを言って締めさせていただきたいと思います。水素で世界を動かせ。ありがとうございました。ありがとうございました。メーカーさんの方になります。今日ブースの方はどんなようなものですか？